プロスピース、やったついに登場だ。本日は大豪華企画、はい、まず超大豪華です。今日は絶対もう神回確定します。もうそれは確定です、はいはい。ということでなぜかと言いますと、はい、全員が井上選手が当てました、はい、1、2段混合の EXS、はい、契約書は確定で引きます。まあそうですね、はい、そして僕がですね、はい、V ロード、はい、50周記念、はいはいはい、50周するともらえる報酬で自チーム S の契約書を持っています。おー、はい、自チームなので、まあ、そちらも引くと、はい、はい、で大輝とリボンがビンゴの、はいはいはい、報酬で、はいはい、S 契約書2人とも持っています、はい、持っております、はい、この時点で2-2です。はい、で忘れちゃいけません、はい、ね、1日で、イベント終わらせたバカがいますので、はい、彼はイベントの累計報酬 S 持ってます。はい、リボンは EX2 枚確定します、はい、はい、もう素晴らしい。でそれに比べて、全員10枚以上、はい、ゴールドチケット、はい、または S10%30% のチケットを持っているということです、はい、で相当 S 出ます。そうですね、今日はいやもうタコいたら10枚以上出ます、そうね、確かに超豪華な激アツ、今日は動画となっております。素晴らしい、激アツです。じゃあ引きまくりますので、早速もう大輝さんから、はい、行きましょう。はい、レッツゴー、レッツゴー。みんなにね、サボったら、はい、俺らにね、課金させるって誓ってから、はい、だいぶちゃんとやりましたね。やりました、はい、すいません、ちゃんとやります。やる前からやるんだよ、君、はい、はい、これからもしっかりやります。はい、ということでゴールド10連からです。はい、はい、行きます。残り何枚ですか？ゴールドが4枚ですね。まあ、これはもうさらっとスキップします。はい、はい、はい、こっからですよ、ここちょっと10枚ですから、神じゃない。いや、ほんと当てたい、うん、まあ、2枚あるんで、2枚のうち1枚当てたいと思います。はい、まず1つ目、ここへ、あああーって言うの、おー、ちょっと、まあ、A はあー、こっからです。あ、カット欲しかった、こっちカモン、まあ、いいでしょう。ケイちゃん 10% ね、はい、ここで引いてこそ男なので。早速よっしゃ、ここから、S、ここがもう本題、そう、ここはもう2個 S 確定なので、はい、はい、息は確定が S なしということで、はい、行きましょう、行きましょう、来い、ありがとうございます。若月圭哉選手、はい、一番大注目。さあ、もうこれは1、2段混合なんで、大輝の一択のね、唯一の24分の1で唯一欲しい、はい、菅野選手が、はい、出る可能性があります。はい、そこ一択です、大輝が欲しいの。もうその一択、はい、で何かミスったら小林選手だよね。そうですね、そうだね、はい、じゃあ、あの煙突に使えるし、そうですね、ここでちょっと菅野選手引いて、はい、引きたいと思います。はい、お願いします。こー、大輝いくら引いてる。おー、演技いいよ、演技いいよ、よしよしよし、だいぶ演技よこれ。そうで、これで青光って全部来る、あ、全部来るの、そっちの確かに。菅野選手、俺のチャンスだよ、菅野選手届けということで、僕は契約書大爆死でございます。じゃあミキサーがあるんだよ、ね、あ、まあもう、全然いっちゃうよ、もう俺すぐいっちゃうよ。はい、ということでね、はい、来ました。もうさっき当たった選手ですよ、2つとも。まあそうですね、はい、で、エドワーズ、サトロシー、アルモンテン、これ、あ、で、あとさっき当たったね、この5枚、はい、入れちゃう。亀井選手が一番欲しい。逆に極みの絶対出ていけない選手、小林選手、はい、岡本選手、はい、デラロサ選手、デラロサ選手、これはもう逆にダメだってことで、ダメです。もう、はい、何が出るかな。もうこれスキップしますね、もう、はい、ジャイアンツ確定してるんで、いきまーす、来い、亀井選手、亀井選手。逆に極みの絶対出ていけない選手、岡本選手、岡本選手、岡本選手。まあこれは別に僕お金かけて、あの取った、あの、ね、契約しないので、はい、皆さんちょっとね、ガチャでいいの当たんないとすぐサボり出すんで、皆さんごめんね、ちゃんと言ってください。お願いします。それでは続いてリボンです、はい、よっしゃ、レッツゴー、チェンジ。さあ、じゃあ僕もね、契約書もうどんどんいきますよ。はい、切り悪いから6連やろうかな。16枚あるんですよ。なるほど、なるほど、はい、じゃあ行きますよ。はい、ゴー。おお、おお、よく出るんだよな、俺。ポンちゃん、なんかやばいんじゃないのこれ。うわー、フラグ取ったの。あれ、まあこっからなんで僕、はいはいはい、じゃあもうここは肩慣らしの 10% で、はい、行きたいと思います。いってらっしゃい。はい、最初大事なんだよな。超だ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 、逆に結構渋いな、引き手以外が渋いね、うん、ちょっと燃えて、勝手にとかいらないよマジで。
でパリーも本当にいらないよし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 おお。ああ、なるほどなるほど。宇田選手強いですよ。嘘、うん、結構強いです。つもちのスペックです。おー、あ、本当だ。はい、よっしゃ、こっからだ、俺の本領発揮は。はい、じゃあ最初にね、普通の S ランク、はい、いきます。おお。まあ、まあ、これはね、まあまあまあ、うん、もうじゃあスキップします。おはい、はい、いきます。はい。あー、キャッチャーなんだよね、確かに。じゃあよく出るようになってきたね。ノーマルエースはこんな感じで。はい、ギターが欲しい。なるほど、本当に。そうだね、いきます。行くしかない。行きますよ。行くんだ。ギター一択狙い。これマジで本当に頼みますよ、コナミさん。おお。ホームランで逆転ですね。まあ、ちょっとなんか演出見たかった。そうですね、見た方がいいよ。演出見てカットいいの、はい、気持ちよくしたい。はい、バリユヘ選手。うわー、渋いっすよこれ。あ、でもあんま変わんないんで、うん、まあ普通に突って写真だけいただこうかな。なるほど、あ、なるほどね。そうだよね。そう2段含めたら誰欲しいんですか、ギータ選手。ギータの次だともう太田選手ですね。ああ、2チャームの外、もうとにかく外野、はい、2択で、その2択が大当たりですね、はい、ギータ選手、太田選手、お願いします。はい、これさあ、運命の瞬間です。頼むよ。おー、まあまあです。演出は渋い。まあ、ここはもう関係ない。まあ、関係ない、ね。気晴らしで見てるだけだから。結構カッピーハイです。おー。おっと、はいはいはい。誰が来るか。さあ。おおおお、忘れてたけど、大当たりじゃん。ありがとうございます。あー、おめでとう。山岡選手でした。よし。まあ、聞いたら別に当てるからいい。はい、ということで、それでは、はい、まあ、僕もね、ゴールドが4枚あるんで12枚、はい、12枚がゴールドです。はい、まあ、まずリボンと同じ理論でね、はい、僕もちょっと2枚先に聞かせていただきます。はい、レッツゴー。多数はね、多少にもうちょっともう飛ばします。はいはいはい、まあ、ここはいいんです。ここはいいんです、ここはいいんです。いきます、10連です。いやということで、こちらで千賀選手当てていると思います。おー、千賀選手いきます。はい、10% 2枚で、はい、計 20%、はい、うん、ここでも当てていきます。はい、行きましょう。あー、カミチャーターに、あー、ちょっと渋いぞここまでは。まあ行きます。はい、2枚目 10%。 はい、いや、テンポがいい、テンポがいい。おー、おー、まあ、わからない。お願いします。お願いします。ここが引かなかったらもう、お願いします。カットに行きます。行かないです。お願いします。割れます、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 割れませんでした。はい、あーね、ユースケ野村、はい、確定外ゼロということで、はい、はい、まさかの展開では。まさかの展開ですね。まあ、ここで僕が神引きさせていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、どれだか作っていこうと思います。はい、いきます。はい、誰が出る、本当にお願いします。もう何でもいいです、ここは。ここは僕も揺らぎません、うん、もう何でもいいです、このや、この演出は。なるほど。ただ見ることに意味がある。そういうことです。はい、演出は見ればいいことがあるってことです。ギータ戦が、ギータ戦が、ギータ戦が、お前。まあ、ね、痒くなってきた。撮影前にちょうど話したんですよね、裏で。ダブル高橋はちょっとまずいぞと。だからダブル高橋の危険あるぞ、うん、ちょっとなんか見えるぞと、はい、俺ちょうど極みになるぞと、はい、極みですよ。おえー、合計 6分の1ですね。はい、いきます。お願いします。これですよね、皆さんが見たいところは、はい、うん、このために爆死してきたんだろうと。そういうことだ。今感動的な BGM 流れています。はい、緊迫の BGM 流れております、はい、よろしくお願いいたします。全てはこの時のために。この駆け足山本ギータ選手、うわー、いいなー、嬉しいです。はい、なんといっても、リーグオーダー確実に入ってきます。はい、オールAです。まあ、そうだね、オールAだし、球種も多彩だし、普通に大当たりはくれます、うん、
はい、僕がたまたま名前出してないだけで、はい、完全に大当たり役です。いや大当たりっしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。わあ素晴らしい。本日は、はい、以上ですので、はい、これからもガチャ見たい、はい、野球見たいという方は、はい、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次の STBC でお会いしましょう。バイバイビー。